とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではいきましょう。さあ今日は昨日に続いてガチャ150連いきます。昨日の結果は、昨日の動画で見てください。コイン200枚あるけども150回回すね。狙うはファッション、もうファッションのみ。エンマの服か魔法使い、どっちか。なりきり魔法使いかエンマの服、来てください。150連、どういってなんだどういってなんだ。いきます。ほほう、最初から金はなしってやつ。あーなるほどね。ひどいな、ひでえな。あー技物のクイーンズブリザードはいいよ。技物はいい。クリティカルの発生率が上がるのでこれはありだわ。あーでも後が全然良くないわ。召喚メダルもいいけど、出るならば爆食にして、他いらないから。いきます。20連目は金が一発目で来た。おお、2つ金がこうブル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 ってなった時が来る可能性があるよね。いや、こいつは爆食は出ないか、わかんない。爆食だったら嬉しい。あ、で、ファイヤーも嬉しいね。カレーか。メデューサは確かないのか。焼却炉ファイヤー嬉しい。8個。いいね、嬉しいね。あとはいらない。いきます。ゴルゴーンの爆食いいんだよな。あれいいっていう噂なんだよね。39% とかそれぐらい上がるから、めちゃくちゃいいらしいけど、まだ出た試しがない。いや、もしかしたら昔出てたかもしんないけど、売ったんだよな、多分ね。生ハゲと百鬼姫、珍しい。問題はスキルなんだよね。なし。スキルなし。こんなもんでしょう。いきます。確率 6%。確率が 100% ってなった時も来る可能性が高いのよ。100%。それも狙いたい。狙うにも狙えないんだけどね。お、来たんじゃない来たんじゃない、ブル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 。違うな。これクリムゾンだね。今回ピックアップにあったクリムゾンナックルじゃない。だよね。よしとしよう。グローブ系の最強装備。よしとしましょう。いきます。いや、いらないんだ、本当は。武器じゃなくて、防具だったら本当嬉しい。新しい防具。しかもめちゃくちゃ強い防具。もう宇宙服でいいのよ。宇宙服でもいい。あれもほんと最高だから。あれでもいいんだ。でもね、まだね、宇宙服もね、1個しか出たことないんだよね。1個しかないの。もう2つぐらい欲しいんだけどね。いきます。金、お!光っとる。光っとるよ。来い。来るでしょう。おし、ブルブル。光のブルブル。おー、来たー、来たー、来たよー、来たー、ついに来た、ついに来たよ。長かった。何回回した俺。おそらく、600連目ぐらい。600連目ぐらいで、ようやく来た。ありがとう。ありがとうみんな。ついに、エンマ大王の服、入手しました。やった!やったやった!いや、でもね、まだ回すよ。あと90連か。回しましょう。魔法使いも、同時に出しちゃおうよ。ついに来た。ついに来た。光、ね。五光が差してるやつがブルブルしたら間違いないんだ。わかった。来ちゃったよ。ついに、
ついに来ちゃった。うん、まあまああとはいいや、ここはいらないとしよう。はい、いや嬉しいね、嬉しいね、ついに狙いのねやつが来てくれて本当に嬉しい。よし、金来た。光ってないし、まあ防具だったらいいね。防具、宇宙服、宇宙服、あー経験値ボールか。経験値ボールね、まあ悪くないか。で将軍もね、これ爆食出る可能性あるんじゃないかな。俺も持ってる爆食はこのシリーズだから、うん、あると思うんだけど、まあ行きましょう。爆食か魔法使いか防具、来い。ムチムチムチだ。風流な髪留めかな。あ、風流なかんざしか。うん、まあまあげ、うん、いらないな全部いらないな、全部いらない。うん、まあブルーストリームの氷結はいいけども、普通に敵から出るのも氷結が多いので、まあそんなもんだろう。残り60連、おーし、金2つ、いい感じだよ、めちゃくちゃいい感じ。おお、あ、違う、これモモンガースティンガー、あ、違う、モモンガーか、違う、忘れた、モモリッパーだ。強靭、敵から近いと防御力 22%、 別にいらないし、あー全然いらねえな。何バーサーカーモードも別にいらないし。はい、次2個出たからね、よかったと思ったけど、中身が外れじゃ意味ないよ。うん、それ他の金じゃない色とほぼ一緒だから意味ない。うん、いやーダメだ、今回は大外れ、間違いなく大外れ。うん、スキルも全然良くない。残り40連、行こう。40、おし、金、おお、金2つ、金2つ出ることって今回多いね。確率は、おお、確率高いんだ。え、何あれ、え、あれコンビニにある防犯ボールじゃないの何これ、コンビニのあのね、なんだろう、強盗とか来たら投げつけるボールのやつだよね、防犯カラーボール、レベル高いよ。手投げ武器のダメージ 40% アップか。どうなの、微妙でしょう。爆食、爆食来た、ワンインブラックのイタリアン。あ、こいつ爆食出すんだ。いやー、やった、 36%、 ラッキーだね。いいよいいよ、今回の150連むちゃくちゃいいよ。なるほど、ワンインブラックのイタリアンは爆食が出る。じゃあ、あそこ商業エリアのところのクエスト回れば出てくる可能性があるってこと？あ、でもそうね、あそこの敵って確かレベル400台なんで微妙か、あ、いや500台か。まあまあいいメダルは出そうね。ジバニャン来たよ学園ジバニャン、これはね、ポイントの交換で限定かと思いきやそうでもなかったっていうやつね。まあ他は良くないです。はい、残り20連、いきましょう。さあ20連、やっぱりピカピカ光ってないとね、ファッションじゃないんだろうね。おおおお、あ、なんだ、フルストリームかよ、ちょっと期待しちゃった今の。王者か、あ、映えはもういらない。王者は天使、別にいらないね。あ、でも気候との相性はいいかな。まあいいとしよう。ではラスト10連、いきます、ラスト。最後ピカピカ金が来てくれれば。はい、来ないね、よし、いいよ、いいいい、それですらいい、もう許しちゃうぐらい今回は良かった。お、モフモフトルネードじゃないですか。
ねえ、モフモフトルネード、これレベル高いやつ嬉しい。まあ他はいらないけども。はい、よっしゃ来ちゃったよ来ちゃったよ。みんな俺ついにゲットしちゃったよ。大王の装束ゲットしました。はい、ということで今日はガチャ150連回しましたけども、大王の装束そして爆食メダル出ました。最高の150連だったね。あと欲しいのはなりきり魔法使いセット、それだけかな。まあ他にももしかするとファッションあるかもしれない、あるかもしれないんで、まあとにかくまたねコイン集めてガチャガチャやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。